頭痛と一口に言っても痛み方や場所、原因も様々です。今回は慢性的な頭痛のうち偏頭痛と群発頭痛について、米子脳神経クリニック門脇光俊先生に伺いました。偏頭痛について教えてください。偏頭痛ですが、文字通り頭の片側が痛くなることが多い頭痛です。しかし実際は片側だけでなく両側が痛くなることもあります。特徴としては、脈を打つようにズキズキ痛む、動くと痛みが増す、光や音に敏感になる、症状がひどいときは吐き気や嘔吐を伴うなどが挙げられます。はっきりとは分かっていませんが、脳の血管が炎症を起こしたり、拡張した血管が三叉神経を刺激して痛みが出ると言われています。偏頭痛を誘因するものとしては、月経や排卵、寝不足や寝すぎ、空腹、ストレスやストレスからの解放、気候の変化など多岐にわたります。偏頭痛は女性に多く、頭痛の持続時間は4時間から3日程度続く場合もあり、個人や状況によってばらつきがあります。群発頭痛について教えてください。群発頭痛はある器官に集中して頭痛が起こります。片側の目の奥あたりに強い痛みが出ます。偏頭痛よりも痛みが激しく、じっとしていられないのも特徴です。他にも目の充血や涙、鼻水などの症状を伴います。はっきりとした原因は解明されていませんが、脳の視床下部が原因とも考えられています。何らかの形で視床下部が刺激されると、目の奥あたりは三叉神経とつながっているため痛みが出ます。また副交感神経ともつながっているため、刺激を受けると興奮し、鼻水や目の充血などが起こります。群発頭痛は痛みが 1,2 時間続くと言われています。毎日ほぼ同じ時間に起きることが多く、痛みが続く時期を群発期と言います。1回の群発期で終わることは稀で、典型的な例としては10年以上にわたり半年から2年おきに群発期を繰り返します。群発頭痛は男性で、特に20から40歳代が多いと言われています。治療はどうしたらいいですか？まず偏頭痛ですが、症状を和らげたいときは痛む部位を冷やすようにしましょう。また光や音に敏感になることもあるため、静かな暗い場所で安静にし、睡眠をとることも大切です。群発頭痛は市販の頭痛薬では効果が期待できません。速やかに頭痛の専門医を受診することをお勧めします。頭痛の悩みは一人で抱え込まずに、脳神経内科や脳神経外科を受診してみてください。人によって症状が起きる状況や誘発されるものが違います。痛み方、痛む場所、時期や期間、痛み以外の症状など、頭痛になった時の状況などを伝えることで診断がスムーズになる場合もあります。治療は薬による治療が一般的です。ただし血管を収縮させる作用があるため、心臓や脳の疾患を抱えている場合は使用ができないこともあります。頭痛は多くの人が悩まされるものです。場合によっては日常生活に支障が出ることもあります。頭痛でお困りの方は脳神経内科や脳神経外科を受診してみましょう。次回の健康プラザはご覧のテーマでお送りします。ぜひご覧ください。